わに盛り付けられたさぬきうどん、アイスクリームが乗ったバナナケーキ、豊富な種類の酒が並ぶショーケース、日本酒は20種類以上もあるといいます。これらのメニューが楽しめるのは、鳥取市加路町に今年3月にオープンした飲食店リ・バーカロ。以前から自分の店を持つことが夢だった坂上千恵さんが開店しました。この日は家族連れが来店、注文した料理を家族みんなで楽しんでいました。うどんが食べたいなと思ったら讃岐うどんがあったので来させてもらいました。讃岐うどんが食べられる理由とは、一応香川県から通ってきてますので、あっちの美味しいものをこちらで紹介できるなと思ってまして。実は坂上さん、平日は香川県でフリーライターとして活躍、毎週土日だけ店を開け、香川県の名物を提供しています。なぜ鳥取県に店を出したのか、それは息子の翔介さんが鳥取大学の獣医学科に進学したことがきっかけです。在学期間の長い獣医学科のため、アパートではない住宅を探しました。6年間来るんだったらなと思って探しましたところ、縁があってこの海沿いのカロのお家を手に入れることができました。翔介さんは現在この店の2階で暮らしています。窓から海を見渡すことができる部屋です。ここだと水平線が綺麗に見えて、すごい日本海を感じますね。店の営業には家族の協力も不可欠。香川県で団体職員として働く夫の智之さんも助っ人です。うどんの調理も行っていて、人気メニューを提供しています。さらに大根おろし出たらちょっと出し込みもいいかもしれない。家族でメニューの相談をすることも。香川県民代表として、うどん県民代表のつもりで美味しいうどんを届けないといけないかなと思います。そして日が暮れると注文が増えてくるのが、はい、ヤギ、お酒です。近所に住むこちらの男性は、よく来られるんですか？近いからね。またこちらの女性は香川県出身。ここに来るといろいろ香川県にゆかりのある人が来られてるので、そういう人とも話ができたりして楽しいので、よく来てます。地元にゆかりのある店に居心地の良さを感じているといいます。うちのお店をきっかけに、何かちょっとこう店と公園と海みたいなつながりを持てるように、テイクアウトも用意してますし、できるだけドアも開いて、ちょっとつながりを持たせるようにしてまして、この辺りがちょっとでもそういう雰囲気になるといいなって個人的に思って、はい、よそ者ながらそう少しでもやるのがちょっとした夢です。鳥取市にオープンした香川県の名物を提供する店、にぎわい作りの挑戦が始まっています。